Sayaka Imaki, I'm a member of Microsoft Student Partners in Japan. Imagine Cup Japanese Rally is held here at Shinagawa Office today. Which team can get the ticket to go to New York? Now I would report on how the competition is going on.ニューヨークに向けての日本大会の決勝になりますけれども、やっぱりものづくりの国日本という意味では、やっぱりこの組み込みの部分もちろんそうですけれども、ソフトウェアデザインもやっぱりポテンシャリティがすごくあると思うんですね。で、中でもやっぱり学生さんのイマジネーションというのは社会人と違ったところにやっぱりありますし、そこをやっぱり僕は魅力として非常に感じてますので、ぜひ、今年だけじゃなくて来年以降多くの学生さんにチャレンジしていただくことを期待しています。日本は今ね、大震災でね、非常に難しい時期で、大変な時期で、まあ逆に世界から注目されてるっていうこともありますのでね、これからその日本をね、元気にして立ち上げていくっていうのは学生さんのアイデアっていうことですから、ぜひね、そういうことも、こういう大変な時期こそね、アイデアが出てくるというのがあるので、そういうのをね、世界にね、そういうのを発信してもらいたい、そういうのを思います。私もイマジンカップに参加してた経験があるんですけど、やっぱりチャレンジすることですごく伸びるものがいっぱいあるんですね。技術力もそうですし、プレゼンテーションも必要ですし、英語も必要ですし、いろんな要素が必要されてて、で、それに向けてチャレンジすることで自分を成長させることができるというのが、イマジンカップの魅力だと思ってます。本当に自分ではちょっと難しいんじゃないかとか思う学生さんいっぱいいると思うんですけど、すぐ手を伸ばせば届くところにあると思ってますので、まずチャレンジしてみることが大事じゃないかなと思ってます。やっぱり日本の学校教育の中でそういう、新しいものを生み出す、そういうことの訓練ってあんまり受けてないと思うんですね。本当は若い人、日本人の学生さん、みんなそういう力を本当は持ってるんですね。で、そういうのを発揮する非常にイマジンカップというのはすごく有効な機会だなと思っています。それでやっぱり日本の人たちにそういう新しいものを生み出す力があるっていうことをぜひ示してほしいと。勝った学生に対してマイクロソフトなり関係者はですね、世界大会に向けてきちんとサポートする、そういうところもですね、どんどん年々ですね、向上しています。ですので、今回非常に楽しみにしています。で、学生に対してはですね、今回の震災を受けて日本というものが非常に注目されているというような状況にある中で、聞く耳をちゃんと持ってもらうというようなことで非常にいい機会だと思うので、困難な状況ではあるんですけども、その逆にうまい機会ですね、転じて活躍してもらえればなと思います。